買い求めた山野草を豆鉢に植えたいと思います。豆鉢に、はい、もう豆に入れちゃうんですね。ほら、常盤花形、常盤花形、もう花芽が上がっちゃいました。これこれ、この真ん中ぷっくり膨れてるのがね、花になるんですよ。すごい可愛い花がさ、ピンクの舞鶴草、舞鶴草の白身って書いてあったんでちょっと初めてなんですけど、うん、普通はね赤から黒っぽくなるんですよ、うん、黒ですね。なんだけど白身っていうので実がつく山野草なんですけど、これがね常盤花形ですね。常盤花形、ここもう咲きますよ。これもバッツリいけますね。これもう、ま、盛り上がってるんで、もっとちっちゃい鉢が欲しいな。もうちょっとちっちゃい方がいいのか。ちょっと派手かな、うん、白がない、うん、これもぴったり。こんな感じで多肉の盛り上がり、ほうほうほう、花形は多肉ではないんですが、まあ似たようなもの。これで十分咲きます。もうすでに花芽がついておりますので、ただ増える時に飛び出しますからね、飛び出したら切るしかないんです。ちょっと大きめでこんな感じ、うん、はい、ね、これは刺し目するんで後です、はい、これね穴がねこう開いてるんで、はい、いらないんです、網が、うん、誰の鉢だろう。穴がここ来るよ、このへっこみとか。ね、穴開いてて楽ちん。今度からね、豆鉢作る人こういう風にしてほしいですよね。この隙間ありますから、こう持ち上げてこっちから入れるでしょ、はい、それでつつつつく、もうほんのちょっとしか入らないですからね、土、はい、でもちょっと持ち上げて葉っぱがね、埋まんないようにこうやってこうやってね、水に入れます。はい、これで一旦、まあ、苔をちょこっとは張ることもあるかもしれないけど、ここに花があるんですよね、花芽が見えますね。なんでこっち前っていうことになりますね、今年は。それだったら増えて来年ちょうど良くなるか。これは原さんの使い鉢だな。普通はこのぐらい余裕、うん、普通はね、うん、普通はそうなんでしょうけどね。ただこの場合花芽がもうついちゃってるので、はい、今年も使えるんですよ、展示会にね。だからギリギリで抑えとけば、うん、違和感なく、やっぱ空間があると持ち込んだって感じにならないじゃないですか、うん、なんでねギリギリで植えてみました。こっちはまだね花もあるんですが、もうちょっと先なんですよ、咲く時期がちょっとずれますね。これが花芽ですね、はい、こっちのは花ないです。わかります？なんとなく少し膨らんでるでしょ、うん、プチって。こんだけ余裕があればね、育てるのも楽だし、この草すごい丈夫なんで、まあ、丈夫そうな感じがしますね。多肉系っていうか、多肉ではないんですけどね。そうなんですよ。でさっきね、子供がこうやって増えるから、こうやって、はい、今度は春になるとこうなります、ね、ランナーがね必ずあって、多肉ですよね本当に、うん、そう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 、ランナーがあってみんなねこうぶら下がるの、こういう風にね、うん、これこういう風になるんですよ、覚えておいてください。増える時こうなります、はい、そしたら切ってこれを刺し目するんですが、はい、刺し目するんだら何でもいいんですけども、もし深くないとね取れちゃうんだよね、抜けちゃうから、そう、大学使うかな。このぐらいあれば大丈夫だけど、うん、浅い鉢、これだとちょっとね、格好は良いんですけど、抜けちゃうんですよ、うん、針金で止められないから、アルミ線で、ある程度安全を期して枯れちゃうの嫌な人、深めの鉢に刺します。困ったことにこの刺し目花がついてるんですよ。だからこぼれて咲くっていう植え方もあるんですよね。こぼれて咲く、うん、今切っちゃいましたけど、はい、切らないでこうこぼしといて、例えばこれからこういう状態で咲かせる、ほうほう、自然の形でこれで花が咲くんです。これ花芽なんですよ。へー、だからわざわざ切らないでこういうふうにやって咲かしても
その自然な形ではあるわけで、普通そうやって増えるんだから、そうすると雰囲気がまたガラッと変わって、水盤の上なり地板の上にね、花がこう落っこちて咲いてるっていう状態、はいはい、飾り方もできる、できますね。山野草の人はみんなそういうふうにやります。山野草の展示会で見ると、あの自然の形を残すので、あんまりそうにしないで、こうやってこぼしてバーッと咲かしますよ。まあそれがね、これは増やし方の話なんで、はい、しょうがないからやりますね、こっちでね。今度はマグ入れません。はい、で大体こんな感じで刺し目の用土作っといたら、これをまあ刺すだけですから、あれ、うん、これを刺す。そこ目じゃないのか、それ。うん、茎ゆーって これでいいんですよ。茎を持って刺すみたいな、うん、そう。根っこも少し出てるのもあるね。根っこなんか刺しちゃえば入っちゃいますよ、山野草は。これ濡らした方がいいんだ。一回濡らします、はい、濡らした方が楽なんです。これ一回濡らしといて、それからこれをビュッてやって、ビュッてやって、ほら入っちゃうじゃないですか、ビュッとね。それでこれね、これもこの辺に、よいしょ。ね、困っちゃうよね、これね。花芽ついちゃってるんでね、刺し目が咲く状態になっちゃったんですよ。ブスブスって埋め込むだけなって。うん。よいしょ。はい。はい。もう一回水でね、こうやって揺すると中まで根っこ入るので。これで、もう咲くんです。困ってますね、それでね。ここに花芽がみんな入っちゃってるの、うん、だからさっき言ったみたいにぶら下げといてやった方が正解だったかもしれないね、うん、今年はね。そうしたらすごい素敵な展示ができたと思います。残念でしたねでこれは根っこがあるんですよ、こっちは。ほらあるので、こうやってこれはこれでバッツリって、ここないよね、これ違う種類だもんね。でもこれ合うと思うね、すごく。この鉢の色が合う。こっちのはもう完全に根っこがあるので、はい、そのまんま根っこが出るのに、そうだよね、1週間じゃ無理だな。1ヶ月あれば根が出ますか。出ます。こういうのはすぐ出ますから、根っこを引っ掛けるような、なんとなくっていう感じで、うん、別にそんなにどこに引っ掛けるとかそういうあれはないんですよ。ちょっと引っ掛かってるだけでもう全然抜けなくなりますから、でそれでこう直して持ち上げ気味にします。山野草の植え替えするタイミングってやっぱ株分けのタイミングですね、やっぱりね。何年ぐらい大丈夫なんですかね、同じ鉢。種類によって全然違うんですよ。まあそうですよね。真ん中から増えていくタイプと、うん、鉢にぶち当たって上がってくるタイプがある、うんうん、そうすると真ん中なくなって周りになっちゃうんですよ。あでもそこで花が咲いちゃうから、ありますね、うん、そういうタイプのものは、まあ、毎年やるやつもある。ある、うん、日本桜草はそうです、うんうん、全部鉢に寄っちゃうんですよ、1年で、はいはい、鉢の鉢にね。だからこういう風に生えてきちゃうね、こういう、うん、周りだけね。で、中ないんですよ、はい、うん、だからそういうのはもう一回あの抜いて、で真ん中に寄せ直す、うんうん、じゃないとおかしなことになります。庭だったらね、そのままほっといてもどんどん増えてきますけど、うん、鉢だとね、それだと毎年になるし、うんと真ん中から増えるやつはね、3年に1遍ぐらい、うん、でもあの余裕がある場合は大丈夫で、こういうふうにきっちり植えちゃった場合は溢れてきますから、2年に1回はやらないと、うん、あの弱りますね、土がなくなっちゃってね、うん、一番ほらあの持ち込んでかっこよくなるのは、あのよく使う小金石だとか、ああいう白類は持ち込んでも全然問題ないですよね、はいはい、なんか古いのありますよね、うん、古いのね。でたまにあの周りだけ根っこ切って土足してやって肥料やってれば、そのまんまずっと大丈夫っていう。これでワンポットですよね。ワンポット分。ワンポット分でこれ。うん、こっちが刺し目。でこれが根っこのあるやつ。はい、これか。これね。これがこうなると。うん、600円ですね。鉢の方が高いですね、やっぱり。そうですね。中身より鉢ですね、うん。うん。でもしょうがないですね。酸素は増えちゃうから。うん、どうしてもね。
舞鶴草。舞鶴草。姫舞鶴草。舞鶴草っていうのは2種類葉っぱの大きさがありまして、はい、このくらいになるの葉っぱがね、普通の舞鶴草。これはね、尾瀬とかに生えてるかな、ちょっと、上の方行けば生えてる高山植物だからね、うん、でもこの姫舞鶴草、小舞鶴っていうのは葉っぱがちょうどこのくらい、ちっちゃいんですよ、丸い。でこれを増え方はもう根っこの先からこうやって増えていくんですね。全部つながってんです。こういう増え方をする植物がすごく多い。足も全部そうですよね。根でつながってますよね。はい、こうやって出します。引っ張ってて途中で切れてもいいから出します。これは数いっぱい作れるやつですね。そうなんですけど、葉っぱが出てからやろうとすると葉っぱが取れちゃうので、うん、できるだけもうあと1週間早く1週間早く、うん、そうするとこんなに葉っぱが伸びてないんですよ。ありやすいんですね。ほらこれこれね、こうこんなくらいでいっとこうか。あ、こうやって巻いて巻いて巻いて、こうですよ、こうで今横になろうが何しようがいいんです、うん、上に出たらまっすぐ立ちますからね、こういう状態ね。目があるとこれ上、目を上に出しとかなきゃいけない。そうそう、ちょっと ね、うん、それで面倒くさいんですけどね。縛っちゃおうか、根っこをこうやってこっから出すと。なるほど、はい、切っても大丈夫ですよ。これほらここら辺ね、ないでしょ、ね、はい、目が、はい、もうこの辺で切っちゃって、うん、でこれはこれで、うん、これでね縛っちゃう。だいたい下から上にこう出しとけば、ひたすら根っこをまとめるしかない。白帯だから花白なんですよ、はい、だから白い鉢だと全然引き立たないで、今度は派手な方がいいんですよ。なんかすごいちっちゃいの入れるのかと思ってたんですけど、うん、これを割と広いんですよ。これでこれ1個入れるわけじゃない、あのね、1個だとすごく寂しい。あ、そうなんだ。葉っぱ1枚しか出ないんです、これ。これね、葉っぱ1枚なんですよ。葉っぱ1枚、葉っぱ1枚。そう。だけになっちゃうんだ。だからこうやってね、寄せてくんです、こうやって。うわぁ、面白い。だから、これで十分ですよ。これ赤にしよっか。これじゃあ大きいなと思って。はい、もうちょっと浅い方がいいかなと思って。こうやって。そうやって植えるんだ。こうやって、で、ここで、ラワイヤでくるっと巻いちゃう、はいはい。今度、増えるのも根っこの先からこう出るんで、根っこがまとまってますからね。うん、一緒だけど、笹はそんなね、まとめたりはしなかったですね。うん、笹は自然に増えるの待ってるから、うん、だからこれの場合はやっぱり山野草なんで、うん、持ち込むというよりはこういうふうにぐちゃぐちゃに芽の向きがなってても太陽の方に全部向きますから、上向きますから大丈夫です。最初は寝っ転がっててもね、ちょっとこう縛って取れなくしちゃってね、でこの辺からも出てますけどね、これも大丈夫ですね。気にならないから、それがこういう状態で中にぐちゃーって入るんですよ。で今白いのと青いのってあるじゃないですか、はい、この白いのも日が当たるとすぐ緑に変わります。これは土の中の下の方に生えてた、この辺に根っこがあってここら辺に生えてたやつなんで、あの白いだけで十分芽が大きいのでこれは大丈夫。芽が小さいのは花芽がないですね、やっぱりね、芽が太いやつというわけで、白花で白身なので赤で植えます。こんだけ芽があると多分葉っぱが出た時、うん、鉢からこぼれるぐらいできますね、はい、そうするとやっぱ花が4月の今年早いから半ばかな、普通は5月の連休頃咲くんですけど、分かんないですよね。別にね、春が長かったり秋がないなんて言ってね。そうなんですよ。でこの時も抜けないように、今度ラワイヤ入ってるんで楽なんですよ、うん、ラワイヤ引っ掛け、根っこ引っ掛けというよりラワイヤにこう引っ掛けるようにギュッと押さえられますからね、抜けないようにギュッと引っ張って、これが後でどうなるかっていうのが、ね、まあ次回のお楽しみ、お楽しみでしょうね。これここまで伸びる前にやんなくてはいけません、うんうん、ちょっと遅かったり忙しかったりできなかったりね。ちょっと山にしておきましょうか、寒そうだから。はい、で水やります。今だけ飛び出て、あと中に隠れてるのもありますよ多分、うんうん、8枚出ると多分8土は見えなくなりますよね。で下から上がってくるから
大野さんで別に売ってるわけじゃないじゃないですか。この数だったらそんなに商品として増やしてから売るみたいな感じなんですか。今回は買おうと思ったらなかっただけで、うん、普段はこれだったらワンケース、これだったらワンケースなかったんです。だからです。いつも車1台分買うんです。なるほど。で、これをバーって分けたから作っていって、うん、ポットでも販売するし、あの半分は分けといて、であと半あの残りはあの種木、うん、種木にしといて、あの研究する、どうやったら増えるかどうか、そういうのをやりますから。あ、こんな立派な、これちょっとアップで撮ってありますけどね、うん、あ、白い花、うん、白い花で葉っぱがこういう、これでこれで1枚だから、なるほど、これがだからここをこう密集するわけですよ、これから。ただ花がね、全部つくとは限らない。これはこれだけ日向、これは日向、これが日向、これも日向、うん、これがね、半日陰になるけど、うん、春は日向なの。5月ぐらいにちょうど雑木林の中に自生してますので、はい、はい、あの欅とかさ、コナラの葉っぱ があの生えてくると日陰になるじゃないですか。なるほど。それがあの5月の連休だともう日陰。ああ、なるほど。で、今だけよく日に当たってる、この破れ傘はね。これはね、日向です。これも日向で、これが日陰。舞鶴草はまあ日陰といっても、今の時期はよく日に当てないと間延びしますから、うん、これと同じで、大体、4月の終わりになったらちょっと日陰ということですね、うん、まあ、春先はどんな植物でも同じです、はい、というわけで、はい、今日は山野草の植え替えですかね。そうですね、はい、教えていただきました。植え替えの仕方、増やし方、まあ増やし方はね、まあ、小さく作り込んで来年どうなるかっていうのも、うん、ぜひぜひやって試してみてください。基本的に山野草は買ったら調べて植え替え、売ってる人に聞くのがいいんですけど、うん、意外と知りません売ってる人も なぜかというと、自分で育ててるのを売ってるんじゃないんです。山野草のお店というのは仕入れが多いので、全国から その一つのものをいっぱい皆さん育てるんですよ、うん、でそれを全国に発送しちゃうんですね、うん、そうすると、あの卸で買ってきた業者さんは全国の山野草を扱ってますが、実際に育てたかっていうとそうでもなくて、うん、知らない人と知ってる人が落差が激しくて、うん、聞いて分かんなかったら自分でインターネットで調べましょう。なるほど。あと植物図鑑もあるし、うん、楽しいですよ、いろいろ、うん、面白いこと、まあ、そんだけ数多いっていうのもあるのかもな、その自分が育てられないほど、うん、そうですよね、うん、だいたい普通に道歩いてても雑草のように生えてる草でも名前もあって花も咲きますから、 そうですよね、それもあの持ち込んでちゃんと育てると立派な山野草です、うん、ね、その辺で取ってきてもいいですし、お庭とかにももしかしたら、そうですね、あと種をね、あの野原で種を持ってきてもらってね、直取りできない場合はね、うん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。